1> 第1軍艦は1873年から1888年まであった日本陸軍の艦区で全国に7つあった軍艦の一つである。東京賃貸が管轄した。関東地方一円と現在の山梨県、時期により新潟県、長野県をも範囲とした。1875年の第1軍艦。数字は主艦の番号。 1885年から1888年の第一軍艦。赤が第一士艦、オレンジが第二士艦。陸軍の管轄地が法定されたのは明治4年8月である。全国4つの鎮台に艦地が割り当てられ、東京鎮台は関東地方と北陸を除く中部地方にまたがった。当時の府県は開廃の頻度が高く、境界は国で示された。 1873年7月19日、明治6年大条官布告第255号によって、賃代条例が改正され、賃代が管轄する地域を軍艦と呼ぶことになった。条例に管轄地域は記されていない。新たに名古屋賃代が設けられたため、第一軍艦は中部地方の西部をこれに譲った。第一軍艦の北の隣は、仙台賃代の第二軍艦。 西の隣が名古屋賃台の第3軍艦であった。1885年5月18日、明治18年大上艦たち第21号によって、賃台条例が再び全面改正され、軍艦の区割りも変更になった。第1軍艦は、主艦の数を2つに減らし、現在の新潟県を譲った。東京を含む西半分が第1主艦、東半分が、 第2士官である。1888年5月14日、明治21年直令第27号に士団司令部条例が制定されて陳代は廃止になり、代わりに士団が常設されることになった。合わせて陸軍管区標が制定され、それまでの軍艦は士官と解消し、常設の士団の管轄地になった。第1軍艦の管轄地は第1士官に引き継がれた。 範囲は、ほぼ同じで、変更点は、以前は、半分だけが属した、品の国の全域が第一主観になったことである。大乗類点、第二編、第205巻、人大要書道におけき干渉をテーム。大乗類点、第二編、第205巻、人大条例改定。法分類、第九編第六巻、人大条例を改正すの七軍艦教育表。 リンク先の8コマ目、大上官文書局、官方第561号、官方第1459号、リンク先の4コマ目、官報第1459号、陸軍管区制定の件、リンク先の7から9コマ目、ありがとうございます。